よし、じゃあ行きましょう。いやー、俺落ちましたけどね、一部落ちてない気がする一部ヒゲがもっと濃くなった気がするけど、まあそれはまあ元々なので、まあまあ後でいいです。はい、そしたらもうクエをこなしていかないといかないですね。ああ、ここは中立地帯が終わる、ちょっと前の地点だ。装備も取っとかないとな。ね、装備集めてこないと。この上には山賊たちが多い。俺は警戒のためにここにいるんだ。よし、カルフェラの上。顔にすみませんね、説明してくれてありがとうございます。なんか痛くなってて顔が、なんか顔がヒリヒリしてきたので、カルフェロンに隠す。これなんかもう40のクエとかや来てんだな。どうしようかな。なんか、あ、オッケーオッケー。王を押して、依頼、推奨依頼。推薦依頼。バック拡張。これ何にするんだろうな。推薦依頼、実用施設っていうのが課題にしよう。あ、これか。こいつ実力見せ設定のが、こいつですか。じゃ、これだけやってけばいいのか。黄色いメーカーメインクエスト。そうか、そうか。ってことは、これ、ビラーギ。オルグって取れた。ブリ。あ、前提のクエストが必要なのか。クロノス。もうこの際、今日はもうレベルアップをやっぱ優先しちゃってもいいかもしれないですね。うん。そうしないと間に合わないかもしれないな。うん、とりあえずじゃあサクッと上げちゃいますか。でその後メインクエ行っちゃうで、45ぐらいまで上げてしまうのがいいかもしれないですね。それがやっぱちょっと必要そう。危ないですね。その後から他のクエストやっててもいいと思うので、うん、そうだね、ちょっと上げちゃいましょう。じゃあちょっと狩り場をどこにするか、40からの狩り場どこがいいかをちょっとね、教えてもらっていいですか。どこがよろしいかな。40ぐらいからやるには、あげあげキメラ実験場。場所的にはどこだろう。え、ちょっとね、パーティーは一応組まないという方向にしてるんですよ。難民キャンプ一番効率的なジャンパーティーだと思うんですけど、それで終わってしまうと結局人の力で上がっちゃうので、実験場、マルニーの実験場ってどこだっけな。カルフェノンと、ごめんな、地名出ても分かんないな。トロルがここでしょ。どの辺だろう。俺発見して、あ、これか。マルニ。ここでいいんですか。マルニの洞窟。これか。行ってみましょうか。じゃあちょっともう先に今回は
レベルアップを優先して、45を目指しちゃいましょうか。うん、45を目指してしまう。つうか、もう結構レベルアップを目指しちゃって、その後から少し黒い砂漠を遊んでいこうかなと。まあ最終日ですからね。まあ、理想なのはその時間ギリギリで上がるのがいいんですけども、それぞれ調整効くようにしましょう。さすがに終わんなかったじゃ済まないからね。そう、レベル49、そうですね、50の手前のクエストで止めるって言ってたか。足早っ。ベルモン残し、あ、いえいえ、了解了解。そうしましょう。じゃあそのプランでいきます。その間にちょっとだから課金も後で少しできるので、これカンストしちゃうの49で、できればね、理想的なのはその完走するのか、どっちにしろクイア必須ってわけね。じゃあそこが一番不安要素だな。先にレベル上げてしまおう。じゃ結構クイアをバンバン飛ばしてるから、メインクエスト進めていけばいいのかな。あ、違うか。ベルボルンは勝手にいるんだっけ。ベルボルンは勝手にいるっていう話だったっけか。なるほど。精霊が触れる。今日は一応4時間の予定ですけども、できれば終わるまでっていうか50になるまで続けたいかなと思ってます。スタミナいらなかったな回復しない。あんな多分キメラか、どうなんだっけな。さあ、この場所に来て、キメラ洞窟への道、洞窟はどこにあるんだ。もう座ってんな。あー、消化のボス、あー、なんか豆知識ありがとうございます。北の坂を登る。北の坂。これ馬を置いてっちゃっていい？いや、馬持ってった方がいいか。あ、置いてった方がいい。どこだったっけな。俺まだ発見してないか。どこだろう。ルート。すぐ来た。三角な道。ごめん、ちょっとよく分かってないな。こっちではない？お、おう、マップ見ます。ごめんなさい。反対、あ。反対か。ここ？あ、こっちじゃない？あ、そっちか。洞窟に行きたい。洞窟に行きたいん。
こっち？ごめんね、ちょっとだいぶタイムラグがだいぶあるんだ。道あるか？そのまま北に。北。そうだ、北ってどっちだよ。北って上じゃねえのか？待って。あ、これ？これか。違う？ミニマップの上。ミニマップの上。はい、わかった。じゃあこっち行きます。ごめんね、なんかグダグダしてて。あ、こっちいた、こっちいた。オッケー。多分俺来たことあるの、これ。うん、あのね、外的なものらしくて、なんかちょっと今原因が分かんないって言うんだよね。ごめんね。その都度一回マイク抜いたりとかしてますので。エコーしてる？してないでしょ。まあ、エコーは絶対するんだよ。 OK、 ありがとう。ちょっと敵強えな。経験値アップ使っちゃいましょうか。経験値が分からないんだな、ハードないから。いや、HP が分かんねえのか。知識がないから。ちょっと待って。経験値アップ。1個使っちゃいましょう。途中死ぬかもしれないな。すごい名前の人いたな。すごい名前の人。あ、これなんかやばそう。ちょ、一緒に参加します。一人で突っ込んだら死ぬな、これね。一人で突っ込んだらやばそうだね。おお。前回からレベルモブ狩りばっかりになっちゃってるけど、一応ある程度安心しとかないと。あとが怖い。一人で突っ込む怖いな、これ。怖いよ。黒さは黒いんだけどね。黒は黒いんだけど強くはないからな。黒いのは強いんだけど。ちょっと強いキメラの方がいいのかな。もしかしたらキメラ痛い。キメラぐらいがちょうどいいもん。誰が敵だか
敵の HP が減ってないように見えるのはまだ知識がないんですよね、このキビナに対して。なので、敵の HP が分かんないんだよね。割ときついな。割ときついな。なんか怒られてる。そうだね、一人でやらないときついな。相手が強すぎた。案内で出てね、まともに戦闘できませんって書いてある。めっちゃ案内出てますね。まともに相手でできません。もう少し強くなりましょう。だってちょっとあれ、そういった意味ではちょっと奥はやばいね。手前の、あー怖いな。同じ技ばっか打っちゃう。あった、今モブ狩りしてますけど、45ぐらいまで上げたい。今上がったばかりなのに20、もう20、もう 20% いきましたね。へえ。
か投げつかめないんだよな。やっぱでもこんなにサクサク上がるのはなかなかさすがだと思います。今あの追い込みに入ってます。なんか人間同士で戦ってるのなんだこれなんか人間同士で戦ってるのは何なんだあれ。あ、PK ってこれでもできるんだね。喧嘩してんだ。へえ。こんなに無茶しなくても。あ、無理だ。暴れ回ってますね。それってのは俺ね。ほら。そうなんだ。PVP モードできるんだ。ちょっと私にはあんまり関係ないことなんであれですけども、皆さんもそのゲームして遊んでくださいね。いろんな遊び方ありますからね。うん、これ敵なのか。戦ってる戦ってる人間同士で戦ってる。大丈夫か。もう私はあのレベル上げに勤しみますけども、あれ終わったのかな。すごいね。よしよし、ジャイアント同士の戦い。50からなんだ。まあプレイヤーキラーってのはな、どこにでもあるからか、そういうゲームシステムだからな。まあでもああいうの強い人ってよく、そうなんだ。どこでも一応できる、なんかそういうモードがあるんでしょ。へえ。ほら、他のゲームだとさ、敵対する都市同士だと必ず、なんつうの、PK っていうかその領土同士の対決になるのであったりしたけど、砂漠はどうなんだろう。あんまりあれ意味ないんだ。領土感とかそういうあれはないのか。じゃあもう単純にそういうのが好きかどうかってことなのね。単純にそういうその辻斬りプレイが好きな人がやるぐらいなの。メリットないんだ。そういうゲームが好きな人は面白いね。日本人は好きじゃないよね、その。そうなんだ。かてえな。もっと枯れるようになりたい、こいつらは。ちょっとまだ効率が上がらないぜ。敵が強くて。
った、ありがとうございます。42です、来てます、42来てます。ヘッドバット、ヘッドバット、よしよしよし、45にしちゃいたい。投げが入らない。アカネってのはアカネイブってことなの。うちの娘と同じ名前だ。アカネームってアカネって言うの。そうなんだ、赤い名前は PK した時のあつく名前なのか。プレイヤーズだ、そうなんだ。俺初めて、あんまり対人ゲームっていうか、その、なんていうの、プレイヤーキラーがあるゲームやったことなかったから、初めて。ホットガンガン飲んどこ。私はまあソロ多いですね。まあっていうか、あの他のネットゲームの話してもしょうがないんであれですけど、あんまり競うの得意じゃないので。ペナルティがないんだ。なんかなんとなくムカつくってだけなんだ。収容所行け。マジか。そんなに。ちょっときつくなってきた。なってきたな。ああ回復きつくなってきた。おいで。キメラは名前が色が変わりましたね。
ってね、まだかなり、ちょっと見て、なんだこれ、袋か、パーティー、ちょっとまだきついんすよね。狙ったところに飛ばない。拾ってないですね。ひたすら狩るだけだよ今日は。ひたすら狩るだけ。指がやばいね。腱鞘炎になっちゃう。年なんでね。技全然わかんないから俺とりあえず適当に押してるよ。なんかほら出るじゃん、このなんかこの次に繋がる技がこの ちょっとやばいな。あ、上がった、あざっす、上がりました。上行ってみるか。じゃあ開始1時間で よしよし、あ、だいぶ楽になってきた。もう上上がっても大丈夫かな。あ、3チャンネルです。上で行っても大丈夫かな。もう少し手前でやった方がいいのかな。もう名前が赤でなくなった。配信の処理がついていけないぐらい暴れてる。何やってるか分かんない。ごめんね、ちょっともうちょっとレベル上げさせて。ここでから行けろ。なんだ、ダイアントレベル45はいいと思います。そうですね、後半のあれはもう課金を使ったりしてても少しベル鳴らしたりとかして、回復が持たね。絶対パーティー組んだ方が効率がいいんだろうけどね。一応パーティーは多分完全な助けになっちゃうから、自分が動かずにレベルアップしちゃう可能性がある。最悪だよ、最悪、もうどうしようもなかったよ。お手伝いお願いします。
ジャイでしか楽しめなくなってきたかもしれない。そんなことはないけど、ジャイが楽しい。一回ちょっとクールダウン、体力が。よし、体力をクールダウンして。モブ狩り超気持ちいいね。ちょっと上行ってみるか。あんま強すぎてさ、ここ。あーでも単純に、あ、これ知識がないのか。おつめおつめ、どうもどうも、3日目やってます。3日目なんで、もう割とガチでモブ上げから、モブ狩りからしてます。で、安心できるレベルになってから、あ、やべ、やっとクエストを進めていこうかなと。強いんだろうね。キメラの方がいいか、数も多いし。なんかいっぱい連れてるな。このもし長時間でマジで、あ、そうです、今日は7時からだったんですよ。で、逆に知らない人がいてもいいように、宝箱ある序盤は進めずにただモブだけ勝ってるっていうので、君らの方がこいつがいいのかな。愛のメモリー、でも随分と、広い砂漠楽しいっす。まあさすがに配信なのでちょっとあれですけども、いて、かなりサクサクですね。こんなに初心者サーバー、復帰サーバーは上げちゃっていいのかいってぐらいレベルが上がります。あ、やべやべやべ、いてて、敵多かった。上がった、上がりました。ヘッドバットばっかり上げてる。あとでこう、あとで取りなさい。よし、あと1、 9のシフト、9のシフト、
は何なんだよすごい強いけど、これは何なの。黒さがめっちゃ強い。さっきすぐ撃ったな。あ、全回復する。これ何何これってみんな、これ何って。エターナルフィーバーってな。回復 100% まで使える。どこが 100% なんだよ。どこが何が 100% なの。いちご、どこが 100% なんだ。怒り、どこに怒りがあるの。これもそうなの。どこに怒りが。 HP バーにかぶってる黒いやつ、あ、これか。これよくわかんない。この黒いやつ、そしたらさっきのスーパーモードになるわけね。今20、あ、結構溜まってんじゃん。ありがとう、それ教えてくれてありがとう。結構たまるね、ありがとう。何語ってすごい、なんかどんどんわ、どんどん覚えていて楽しい。これは HP 来てない。いや楽しいよこれ。どこ行くの。敵どこ。お、来た。マジマジ多い。もうバリバリしちゃって配信画面が見えないもんね。回りまくっちゃってるとすごいのよ。本当はもうペッカペカなんすよ。配信がジャリジャリになっちゃってるけど、本当ペカペカですからね。こんなに人って動けんのかって。輝きしか見えない。ピカピカしてる。あ、気持ちよすぎるんじゃ。めちゃくちゃ気持ちよすぎるんじゃこれ。何これ、これ何って。まとまったところに打ち込むよ。これがエンペラーだって。これがエンペラーの力だって。やっぱ楽しい。こんなのあったんだ。さっき打ったけど なんだろうと思ったな。知識を得た。はあ、また PK がまた PK の人が暴れてる。俺はどうすることもできんの。
また暴れてる。ごめんね、モザイクになっちゃってね。回復しとこう。今のうち回復。ふう、あー、腰切る。壊れてるかもしれないね。ずっと使ってるもんな。装備してるよ。一応は。一応はしてるよ。きついな。やばい、きついな。おぶね、死ぬ死ぬ死ぬ。おぶね、おぶね。ポット飲んどこう。あ、ちょっと待って。撃てないな。あれ撃てないな。危ねえな。撃てないな。あ、危ねえ危ねえ。ふう、危なかった。撃てなかった。まあ死んでもたまに、一回も死んでないからね、まだね。たまには死んでもありかな。でもできればレベル上げてからですね。上がるんだけどな。何やってるかさっぱりわからん。
くそ、あ出ないな、出ないな、リチャージがあるのか、スキルが使用できません。これ出ないのはなんで、なんで出ないの、あ、MP が足りないのか。そんなこと言われてもな、そんなこと言われてもな、 MP はどうすればいいんだ、精神力か、精神力を回復する方法は通常攻撃、なるほど、よし、上がった、上がりました、一旦これで戻りましょう、OK です、45になりました、戻りましょう、ありがとうございます、戻りましょう、これでだいぶエンペラーできたのでだいぶエンペラーできた、ちょっと武器や速度がきつくなってきたな、強化急に倒すよ、そうですね、ウェブマネーで、そうだね、ウェブマネーを今4000円分、ありがとうございます、ありがとうございます、一旦一旦戻りましょう、どのクエをやればいいんだろうか、強化か、まあやべえな、クエストですか、確認してみましょうか、どこで調べればいいんだろう、あ、ウェブマネチャンスですね、そうだ、その前にあのウェブマネーチャンスになりますね、あの45を達成したので、これでまた課金があのできます、まだ課金使ってないですけども、レベル45達成でもう一回ウェブマネー、これヒゲが剃ってきちゃったので、いやいや、はい、じゃあせっかくなのでやりましょうか、あヒゲは、まあ、そのままですけどもね、じゃあこれでやって後半につなげましょう、ドン、はい、おっ2000円分です、2000円分ゲットしました、ってことは、ってことはですよ、今ですね、これじゃねえよ、これじゃねえよ、4000円分課金してあるのでさらに課金ができますね、一応しちゃいますか、今ちょっとお待ちくださいね、武器壊れてますやん、確か壊れてるのね、それは威力も上がんねえやな、武器どうしようかね、直さなきゃね、じゃあその前に一応課金しますね、
あー、今結構必死に会うんだ、疲れちゃった。2000円課金と使わなかったら意味ないから使わなきゃね。課金武器ってのはないのかな。あったらあったで便利なんだけど、課金武器ってのはないのか。おっとおっと、スキンくらいか。なるほど、デザイン性能に関してはないか。あったらあれか。ペットはでもレベルアップにする、そう、レベルアップに有効なものが欲しいですね、買うならね。あとまあ5だけですけども、あと5もまだあるので、なんかそれっぽいものを見繕って買いたいところですね。せっかくこのチャンスがあるのでね、2日のまま終わってしまうのダメ、残念ですから。7、そうですね、今7が達成いたしました。ちょっと待って、すっごく押しにくい。今ふんどしは履いてはいるんですけど、ある意味でもふんどしは正解だったのかな。まあ、釣りかなって気がしますけどね。釣りもいいかなと。はい、オッケー。はい、それでは。はい、今はですね、ちょっと隠れちゃって見えないか。そうですね、6000まで入りました。なんでパールにもう交換しちゃってもいいかもしれない ね。パールボックスも、6000だと、あ、6000ってのはないのか。5000か。5000で、1000個パールプラス50個プラスですね。これはもうちょっと待って、あとでワンチャン1万あるかな。ないか、ないわな。うん、プレミアパッケージ買っちゃうか、今考えてる時間も。1万はないな。じゃパールをとりあえず5000で購入してしまって、あとまだウェブマネーのチャンスがあるかもしれないんで1000残しといて、で、3000に合うみたいな感じにしましょうか。まあ20個っていうのもあれですけどね。そうしますか。うん。全員に恩賞がある。ああ、そう。ベルの方がいい？ベル。ベルはチャンネル全員に？仕事はチャンネル経験値100。おお！これ全員になんだ。すげえ。これいいね。せっかく公式ですから。待って、ベルはパールが600必要なのか。ベル出してくれ。あ、まあまあこういう放送ですから、それはまあせっかく運営さんのね、ご好意でやってるもんですから、そうしますか。ただ、ベルナーのタイミングまだ後でいい？ごめんね、まだベルナーまだ後でいい？ちょっと先にレベル上げていい？進めていいかな。そうしないとあれなんで、じゃあ後で鳴らすタイミングでまた言いますわね。45から49までの間にちょっとベルを鳴らそうと思います。はい、あと武器修理しないとな。武器修理しないとな。なんか武器修理のアイテムとか持ってねえの？ねえな。
修理しねえと。どこだ修理は。武器はどこ行けばいいかな。カルフェノン行っちゃう。カルフェオンか。カルフェオンに行って町の鍛冶屋さん。鍛冶屋さんってどうだっけな。そうっすね、重たい町北側。鍛冶屋さんどれだろう。あーっとね、鍛冶屋さんあったな。どこだっけな。橋渡ってすぐのとこだっけ。防具職人真ん中右下。どっかで見たな。どこだっけな。早く行きてえな。 NPC でそこ橋のすぐ下。うん、なんか俺も前行ったことあるから、まあ、一応カルフェノンに戻りますか。武器壊れてるんでどうしようもないね。で武器直してから剣と盾の間って。はいはいはい、盾の間これかな。こいつかな。うん、確かこいつだった気がする。馬が死にかけてんな。 NPC 検索で馬ね、ボコボコだ。あの馬狩り場で乗り捨てたやつがボコボコだし、本当はもっと大切にしなきゃダメよって。バグも買ってないしね、まだね。下取った方が早かった。あっ、あー久しぶりだな。ちょっと待って、なんか売ってるかな。馬を見に来たのか。話してみてくれ。修理馬車じゃない、健康のロバ満腹と6あんかな。よ、待って、いらないもの売って、なんかもうこれでも売っちゃうか。金塊金塊金塊、金がねえ。あ、ここで回復できる。はいはい。あ、ちょっと待ってね。こういうのって焦っちゃうからダメなんだよな。かといってさ、まあ、あの、ゆっくりやってるとさ、早くしろよって感じだと。F1、ありがとう。あんまりゆっくりやってるとさ、早くしろよって思うんだよね。これ安いのでいいのかな。高えな、持ってるか。親密度100、必要親密度100。何親密度つくのかな。とりあえずつくこれ。よくわかんない。蔵、馬とチュッチュしなきゃダメ。え、ちょっと馬と名馬は後輩だけで乗り生まれる。馬とチュッチュしなきゃいけないの。茂らないと。え、あ、商人とね。え、これ売ってる。あ、売ってくれないの。良いオス馬とメス馬が交配するとより丈夫な効果が生まれる。これか、売ってくれるでしょ。売ってくれないの。あ、売ってくれないのか。
いやー、チュッチュするしかないか。じゃあそこのよ、私は後輩に全てをかけてるんだ。必ず迷路を作ってみせる。よっよっいや、どうも。あれ、バグいらないのか、つけた方がいいって言ってたけど、バグいらねえか。別に困ってないし、ちょっと中途半端に仲良くなっちゃった。ちょっと半端に上手くなっちゃったね。かけます、あげない。だって今 F1 であげろって言うからさ。いいよいいよいいよ、そんなことよりかさっき行こうぜ。俺もそのまま乗るよ。いやー面白いな。F1 ね、あれ100回やんなきゃいけなかったの、100回やんなきゃいけなかったの。あ、回復はしました。確かね、ここにいたと思ったんだよな。ああ、よかった。いい職人が集まっている。工房高えな、おい。OK。 次にいろんなもの修理しようか。あ、これはいいか、別に全部修理ってできないわ。絶対に壊れない武器を売っている。全修理ってないのか。耐久度、まあ別に下にある。ああ、最大耐久度、材料、あ、それちゃうか。ああ、ちゃうんかい。あ、これか。 OK、 ありがとう。あー、よかった。なにこれ、なんか変なの出てもうた。よかったよかった。あれ、俺ランタンついてない。眩しいと思ったら俺ランタンついてた。ずっとつけっぱなしだったのか、気づかなかった。俺なんか、俺なんで俺光ってんのかなと思った。で、クエストか。あ、クエストか。どれからやっていけばいいんだろう。メインクエアやるべきなの、それとも闇の精霊のクエスト全部やるのかな。どっちやりゃいいんだろう。ベルモルンは、なんかどこにでもいるっつったよね。レベルが、いけば。どっちやればいいんだろう。まあ、あ、間違えた。闇の精霊のクエスト全部こなしていくか。めんどくせえけど、その。この辺は闇では、エダン一味を探す。これ違うもんね。消しちゃって、メインクエアはそのままにしといて、一応念のために。これなんだこれ。行動力、140だぞ。行動力、知識100とか、これは無理だろうべ。連続、空からの距離。これだな。これやな。じゃ、ちょっと、ハーピー狩り行きましょう。
スキル何もしてないんですよね。全体初期化わかんないんだよ。どこか使ってないんだけど。スロー、何がおすすめなの？普通に通常攻撃でもいいのに。攻撃極振り、攻撃に極振り、これかな。これないのか。ビーストレイジ、あ、こんな技もあるんだ。全然知らないからね。アタック弱者狩り飛び蹴り、ああ、どこで使うんだろう。回復するらしい。一応ね、パーティーは一応最終手段にしようと思ってます。パーティーだと結局人の完全に下の力で経験値取ってレベルアップになっちゃうので、一応最終手段にします。もう時間がなくてなりふり構わなくなったらパーティーっていいよねって話し始めますので、あのちょっとあの1時間ぐらい前からあの若干パーティーを肯定し始めるんで、そうなったらちょっとパーティーかなって思っていただいて、突然なんかね、うん、そうね、ちょっとやっぱ MMO だからねとか言い始めたね。あ、金は鳴らそう、せっかくだからね、もったいないし、みんなで共有できるなら。あー、でももう時間もう9時になっちゃうのかな、急がないと。うん、急がないとな。これはもう馬乗ったまま上まで行っちゃうか。いや、馬邪魔くせえな。戦闘準備、割とかわいい。ドゥン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 、あれ？これか。結局メインクイーンに関わるのか。あれ、闇の精霊なんで呼んでんだろう。進行、あ、パーティーか。オッケー。ここすごいよね。カオスだよね。前にもここ生放送でやったのか。ついてくださいって言われたもんな。このピーターズ、あ、どこ行くんだよ。おいおい、オートが変な方行っちゃう。誘拐ハーピー、ハーピータイです。
ここで支援お願い。ダン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 。この危機感がいい感じ。放置するけど。どこだったっけ。あ、これじゃねえか。あ、この人か。行かなきゃいけないのか。お前に報告しなきゃいけなかったのか。あ、違う。ちゃうやん、ちゃうやん。あ、なんかピョってんのか。全部端からやってかないと分かんなくなっちゃうね。あー、出た出た。お前、甘えか。立ち上がったのか。メインクエストだけ受けてればいいかな。連続クエスト、パーティーレザーを見せよう。これいらんかな。ミッションのオルグ、レッドオーグの評価書、それまだもらってないよね。もっと手前、ハーピーを倒せって言われた。もう何してるかよく分かんないし。ブラハウドにどれ、あ、何のクエストやればいいの。オルブエロの終えたやつからの派生でいけます。オルブエロって何なの。ちょっと待って、 NPC を参照してみしましょう。ビエロ、オルビエロ。ああ、見つけてないのか。私は見たことがないのかな。ハイデで南口ですぐ周辺で見つけた。ハイデで南口出てすぐの、ま、ま、街道西松駅と走って前に店があります。それが何、次の敵なの。じゃあここじゃねえのか。じゃあ戻ろう。そうか、よく考えたらあれだもんな。ネットワーク、そうなのか。はいはいはい、レッドウォークと山賊の間。ごめんね、ちょっと今どこから攻めていいか分かんなくなっちゃってさ。
たびたび呼んでくるけど何なの。それから北方向に北に行けば北方向に道なり。自動移動、はい、検索で調べれば出る？何で調べれば？ NPC にならない？あ、別の自動ある、ある、ごめん。どのクエストの話をしてんの今。これか。オルビエロ。うん、ごめん、今な、何のクエストを今進めてるのか分かんなくなっちゃってさ。ね、分かんなくなっちゃうから、これはもう一個一個やっていくか。分かんなくなっちゃって今ちょっと迷子中です。わかんないんだよな。本来だったら一個一個クエスト全部潰していけばいいんだけど、結構飛ばしてきたから順番がわかんなくなっちゃった。オルグってなんだよな。調べてみるか。 NPC って敵も含まれる、含まれねえか。オルグってなんだろう。今チャンネルよ。やっぱレッドオークなのか、さっきから出てる。じゃあこのレッドオークを倒すクエストがあれば出てくるのかな。さっきから多分そういうコメントが出てるけど、そういうことなのか。俺も覚えてねえな、多分倒したことあるな。そうっすね、まだ連続クエストが終わってないからこれやっちゃおう。まだ9時、まだ9時、大丈夫、まだ9時だ。うん、そうね、ボスを倒すクエストが確かにまだ終えてないんだよな。あー、チャンスいー。そうだ、この辺やってないね。だいぶ迷子になっちゃってるから、これは動画にするときは大幅にカットかな。背景綺麗だね。いやー、混乱するな。雪は降ってねえぞ、こっちは。寒かったですけどね。クエはその地域であるクエ全部消化してから次行かないと本当わけわかんなくなっちゃうね。今回飛ばし飛ばしやってたら全然わかんない。あ、雪、あ、ホタルみたいな飛んでるな。ね、なんか木が光ってるね。今回急いでバーやっちゃいましたけど、できれば一個一個やっていくと良いと思います。もうこのレベルだったらレッド君怖くねえな。
旦馬をしまうか。馬死んじまうかね。馬を一回預けよう。あれどこだっけ、馬預けとか。ここだここだ。ん、あーうん、あでもさ、 T だとさ、 T 押すやだとダッシュできなくね。そんなことない。オートランの場合って、ダッシュだけじゃなかったのか。なるほど、押し倒しで可能。うん、そういうこともできるんだ。最速は出ない。あ、最速出ないよね。でも、あ、でもどうなんだろう、出るのか。もういつだろうけど、いろいろあるんですね。ゲットウォーク、マジいろんなことできるゲームなんだな。あ、そう、あ、装備が俺しょぼかった。いたっざっけ今闇の精霊殴んなかったか。殴ってるよね。レッドオークの脅威。うまっ、倒れてる。ほんとだ、うまく攻撃されてる。よし、じゃあ次の場所いい。崖っぷちのやつかこれ。ここギリギリだよね、いつもね。敵の目の前のところ。経験値は入るは入るんだよな。お邪魔するよ。俺がバーサーカーだ。ついに雑魚狩りも。
出ない出ない。出ない出ませんね。よし出た。なんか確かに速くて強いね。でも見た目的に人気がない。オッケー。全体の 8% か。そんなに人気ないのか。こんなに強いのに。これか、これだ。来た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 。このクエをクリア。トゥン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 。この協力プレイだ。え、どこだこれ。あ、どこだ。オルグですね。これがオルグだ。移動します。見た目のせい。うーん、愛せる、愛せる、愛せるのかな。愛せるはずなんだけどな。でもやっぱりかっこいいか、あるいはそのねえ、かわいいかにしたくなっちゃうついついね。ネトゲのキャラ少数派になって、でも変わったものが好きっていう人には多分いいよね。ホモですからね。魚がかぶってるね、肉体美の人いいですもんねあれ。うん、ただゲームとしてはすごくいい。確かにそれは私もそう思います。結構俺はもう割と馬邪魔だな俺。馬がいたらあそこに先回りしてるのね、常にね。魚の人常に先回りしてるの何なのだろうね。行動が読まれてるんだろうね。じゃあオルグ行きます。やっぱ似たようなの出ちゃった。はい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 。夜じゃない？分かった。夜じゃない？はい、オルグ倒しました。イエーイ。ということでウェブマネーチャンス守りたい。ウェブマネーチャンスをもう一回取ることにしました。これは絶対あれですね、あれやりましょうね。金は使わなきゃいけませんね。はい、というわけで、ミッション丸2オルグを倒しましたので、もう一回ウェブマネーを聞かせていただきたいと思います。はい、すごいなんか盛り上がってます。また2000円来ねえかな。また2000円来れば。2000円です。2000円来ました。さあ、こいつを課金すると、ちょっとしちゃいましょうか、もう。こいつを課金してしまうと、
ちゃいーんと。ちょっとお待ちくださいね。これをしてしまうと8000円分です。これは結構あれですよ、ベルチャンス美味しいですよ。これできれば皆さんに還元したいと思うのもありますのでね。さあ、でもチャンネル全体ってすごいね。そんなのがあるんだ。チャンネル全体に温床があるってすごいね。あともう2000円いければそうか、あのボーナスも入るんですね。せっかくだから使い切りたいよね。使い切りたいよねって人の金人の金なんで、せっかくなら使い切っていきたいよね。これ俺残してもあのどうせ返さなきゃいけなくなっちゃうんで、できればガンガン使いたいですね。ギルドも後で考えないとな。すごいね。そう、魚まだ釣らなきゃな。はい、OK かな。はい、更新。チャキーンと。はい、8000円分入りましたよ。これで俺が裏切ってなんか、女性アバターとか、別のキャラに買ったりとかしてね。ごめん、間違えたとか。そういうわけにいかないということですね。はい、次のクエスト行きましょう。大ブーイング、確かに。まあ、みんなに恩賞があるのであればね、それは、何もいらねえな、これ。イベントいた、いっぱいかも。ええなん、お、これ、また、協力クエストかな。待って、そう。山賊のボスだ、すげえ。もう一気に山賊のボスも行っちゃいましょうか。邪魔だからね、邪魔だからねって。山賊のボスもよし。馬も守りたいのおかげで馬は無事なのでありがとうございます。本当にみんなの協力あってこそのあれですな。できればね、鐘鳴らしタイムをやりたいので早くやっちゃおう。はいはいはい、どうぞ。あ、ありがとうございます。もう2時間ですか。ありがとうございます。ありがとうございます。あのコーヒータイム。いや、それも私から熱いって熱いってなんか熱なんでその私。しかも丁寧にまた同じアマゾンのコップで、しかも白で今日は。なんでアマゾンの宣伝をするんだねあなたは。腹は大丈夫ですか。腹も若干減ってますけどね。じゃあおにぎり的な、おにぎり的な何か。おかかでございます。すいません、あの夕飯がちょっとね、まだだったので。じゃあ行きましょう。闇の精霊、どれだクエストは。これか。はい、あ、どこに向かおうとしてる待って、どこに行こうとしてるお前は。ん、どこに行こうとしてんだ。そこで行けます。あ、びっくりした。こっちだよね。え、動く必要ない。あ、この上なの。え、あそこじゃなくて。え、ここなの。あ、違うらしい。ダメらしい。ここ。あ、いけた。いけた。いやー、いけたー。なんかやばい。ちょっと場所が悪くて全然下からなっちゃって見えない。あ、いけです。やる。やるじゃん。
お前ずるいぞ3対1。同じようなやつだ、属性。よし、よし、ビラーギを出しました。あざっす。プロレスみたいだった、確かに。やったね、あっという間に。これで進行は一旦止まったのかな。覚醒エレン君、うん、終わってしまったようです。しょうがないね。ブリの木、ブリの森か。これいけいの。38のクエータでいいのかな。じゃあうんー、あと1時間ではないですね。そっか、じゃあブリからいきましょう。おっと、どれが俺の間。あと1時間ぐらいしたらまたレベル上げしないとな。あとどのくらいやるのって、レベル50までやりますよ。一応予定では12時までにレベル50にしたい。社会人のことも考えるともっと早い方が理想的。比較的には3日間で50に挑戦っていう風に銘打ってますけど、あの挑戦じゃなくて3日間でレベル50にしろだからね。公式は23時なんですけど、あの私が適当にあの勝手に伸ばします。公式さんがあのサポートするのはそこまでということになりまして。50にしろということになるので、そこはちょっとお間違いないようにね。なので、50人それまで私居残りが続きます。でもそれだとちょっと良くないんで、やっぱりちょっとで、できれば11時ぐらいまでには50にしたいですね。でもちょっとやばいな、これだとな、ちょっとやばいな。クルトが先、クルト、クルトが先、クルトが先。どのクエストだ。これトロルだよな。ハーピーじゃない。これ繰り返すクエストだからいらないでしょ。闇のセリーはこっちかな、先に。ああ、じゃあまあいいや、まあいいや、ブリ行きますよ。まあ一応やっちゃえばいいや。うん、まあまあそうっすね、やっちゃってばそれでいいや。うん、やっちゃっても損はない。ブリってなんだろう。あ、なるほど、これか。
か。パーティーってやんなくていいのかな。確かに遠いね。確かに遠い。うん。でも、もういいや。フラフラするよりも。10時になったらレベル上げかな、また。49までしちゃうので、やばいね。制限時間10時までだね。10時になったら、またレベル上げして、で、49にして、11時に、放送終了ではなく、ボスを倒せるレベルアップかな、理想的な。本当は11時から要素を言うと、ちょっと時間がやばいな。理想形やん。ちょっと延長ぐらいが理想形やん。そもそも19時からって言っとるやん、今日。ってことは1時間前倒すってことは、つまりごくり。延長、はい。延長の末、 ありがとう。おにぎりもらってきます。あれ、猫がギンギン。おにぎりが来たんですけど、同時に猫も一緒に入ってきました。おかかが食べたかったみたいな。ギンギンが食いしん坊のデブ猫ですね。あー、ここか。あー、これなんか安全地帯なかった気がする。馬を置いていこう。入り口。いや、もう走ろう走ろう。あ、あったな、入り口な。しかも人、あ、入り口に人いたな。これ近道できなかったらできねー。ペカってるペカってる。野生の鹿もいました。おにぎりは後で移動中に食います。あれ、あ、そこでいいんだっけ、そこでいいんだっけ。いや違うか。オートのルートで行かないとダメなの？そうなんですか。ふう、じゃあそう。せっかちでダメやな。おにぎりタイム。あ、もうついちゃった。この先は許可を受けた鑑識団のみが。うわパフパフ。そうそう、これこれ。敵は？うわ、意外としぶとい。
てえな。あ、いや、今キリン倒してる。よし。よし。あ、おにぎりタイム。おにぎりタイム。ハフまたでかくなるぞ。やべ、強まってきた。分かっていたけど強まってきた。かわいいか、かわいいか、これ。あ、強まってないし。